それでは、インプリメント o n from シングアビットオブハーモニーウィズパイソン。Python で愛の歌声を聞かせてのシオンを実装したというトークをしていきます。このトークは日本語で話し、えー、約45分間の予定です。スライドは英語になっております。楽しんでいただけたら幸いです。よろしくお願いします。は、え、じ、ー、めに、えー、皆さん、ニ、えーハオ。 今回、p イコンエンパック c 2 0 2 2オンライン開催ということで、えー、オンライン開催に尽力されたスタッフの皆様に感謝を申し上げます。えー、どうもありがとうございます。Many thanks to all the staff who work so hard. では、最初に、えー、発表者の自己紹介です。ニッキーと名乗っておりまして、好きなものは Python と、あとアニメーションが好きです。えー コミュニティでの活動としましては、PythonConferenceJapan、PyConJP の方で2019年からスタッフをしていまして、昨年、座長を務めました。もう少し私の自己紹介なんですけれども、普段はユーザベースという会社でデータサイエンティストとして働いています。自然言語処理を Python を使ってやっていて、 私たち一緒に働く仲間を募集してますので、もしご興味ありましたら、お知らせいただければ幸いです。最後に一つ。この PyCon APAC では、実はもう一つトークをしています。Revisit Python from Statements and Peg というトークです。よければこちらもご覧ください。では、本題の方に入っていきましょう。Sing a bit of harmony. こちら「愛の歌声を聞かせて」という、えー、ものなんですけれども日本でですね昨年の10月に公開されたアニメ映画でして、えー、内容としてはサイエンスフィクション SF とジュブナイル、えー、学生ができますそしてミュージカル、えー、急に歌いますミュージカルですこの3つの掛け合わせで、えー、素晴らしい作品になってるなと私は思っておりまして。 もう生涯の一押しみたいな感じですね、はい、でここで登場するキャラクターのうちキーを握るのがシオンというキャラクターなんですけれどもこのキャラはですねロボットなんですねで、えっと、イメージとしてはこちらが、えっと、公式サイトなんですけれども、えっと、この中央にいるのがロボットのシオンですはい。 で、えっ、ー、と、シオンはこういうわけですね。えー、あなたを幸せにしてあげると。えー、よければですね、こちら、あの、えっ、ー、と、字幕付きで見れるので、えー、日本語音声ですけど、字幕付きで見れるので、よければご覧ください。で、まあ、この映画を見て、えっ、ー、と、思ったのがですね、まあ、実装したいなということなんですけど、えー、シオン、AI ロボット。これは、まあ、プログラムがあるわけですよね。で、まあ、えっと、私は、 パイソンを使ってプログラムを書くことができると。つまり、えー、導き出される結論としては、えー、シオンのようなプログラムもきっと書けるはずと思いました。で、作りたいからやってみようとやっています。えー、こちらのトークではですね、えー、っと、まあ、私の、えー、っと、まあ、言ってみればメーカープロジェクトなのかなと思うんですけど、シオンを Python で実装するという、このプロジェクトの詳細について、 どんな実装をしたとか、どういう学びがあったかというところについて、皆さんに共有していきます。えー、あの皆さんがですね、シオンを私と同じように作りたいと思うかは分からないんですけれども、例えば皆さんが作りたいものがあった時、えっときに、私のここでの発表のまあ一部でも参考にしていただいて、えー、皆さんが作りたいものが作れるっていう、えー、お手伝いができたら、私としては発表者目よりに尽きるなと思っております。 えー、少し注意事項があるんですけれども、この発表で,です、ね、私が共有する、えー、実装なんですけれども、これはまあ私という一ファンが考えた、えー、妄想です、ワイルドファンシー、妄想に過ぎません。えー、作中にはです、ね、例えばそのシオンがどういう OS で動いているかとか、どういうプログラミング言語を使っているかみたいな話は一切出てこないんですよ。 なので、ここで Python で実装しましたという話は、す、え、べ、ー、てニッキーの妄想です、えー。そしてですね、私は、えー、その音声の扱いに関しては、まあ、あの実務で扱ったことはなくて、まあ、独学の趣味プロジェクトとしてやっておりますので、もしもっといい扱い方があったら、ぜひ教えてください。とても助かります。では、えー、詩本を Python で実装するという話をしていきます。 で、そのまあ AI ロボットということで、まあ、歩行したりとか、いろんな機能があるんですけど、ここではですね、もう一つの機能に絞ります。それが、えっ、ー、と、人とおしゃべりするっていうところですね。で、えっ、ー、と、小さく始めたかったので、まあ、バージョン0.0.1として、シオンを定義してで、それを実装していくという形で取り組みました。えー、シオンバージョン0.0.1なんですけれども、 まずですね、ちょっとハードウェアは一旦置いておいて、ソフトウェアにフォーカスします。はい、プログラムにだけフォーカスします。で、このプログラム何をするかというと、人と話せるっていうところを実現します。人と話せるところ。まあ、言ってみればスマートスピーカーを、まあ、自分で作ってるみたいな感じなのかなと思います。はい。で、えー、っと、ジオンのバージョン0.0.1。 のデモをここでご覧いただきたいと思います。うまくいくといいな、ドキドキです。今、えー、作ったスクリプトを起動していて、えー、読み込みが10日行われると思います。まあ、読み込み中ですね。 おはようこんにちはこんにちはいい命令するよいい命令するよ 2つ見ていただきましたけれども、まあ、私がですね、話した言葉を聞き取って、聞き取ったものをそのまま大迎えし,している、こちらが今の使用バージョン0.0.1となります。こちらの実装についてですね、詳細をここでこの後共有していきます。では、技術要件をですね、最初に整理しておきましょう。この今見ていただいたデモ、スクリプトの裏には、どんな技術があるのか共有したいと思います。 まずですね、人間が音声で入力すると、こんにちはみたいな感じで喋って入力します。そうすると、プログラムはまずですね、その、音声をテキストに変換する、書き起こすっていうところをやります。そして、その書き起こされたテキストをもとに、応答するテキストを作ります。最後に、応答するテキストを読み上げると。 これでを、シオンのバージョン0.0.1と定義しました。これを実現するための技術要件なんですけれども、入力部分については、ボイス、声で入力されるので、それをテキストに変換します。また、出力部分に関しては、出力するテキストを読み上げると、音で返すと。 で、えーと、テキストの部分は、今回はその入力された、書き起こされたテキストをそのまま返す、えー、オウム返しをしています、えー。アプローチとしては、まず、えー、手早く作ってですね、それを検証してから、あの納得できたなら、えー、さらに良くしていくみたいな感じでアプローチしました。えー、これはですね、その、その、資温、えー、を作りたいと。えー 使用はプログラムである。私はプログラムが書ける。じゃあ作れるんじゃないかということで、まあ最初作ってみるんですけど、作りきるまでは作ったものに関して満足できるかはわからないと。なんでじゃあまず早く作ろうということで、手早く実装してアイディアを検証するっていうのをとにかく優先しました。それがまあ良さそうであれば、もうちょっとこう使用に近づけていこうと、リファインしていこうというふうに考えたわけです。 では、えっと、各種テクノロジーの紹介で、まず、そのテキストを読み上げるっていうところの技術は何を使っているかというと、えっと、技術の詳細、詳細とし、総称としては、えー、音声合成と呼ばれる技術で、これはテクストとスピーチ、TTS とも呼ばれます。このトークで紹介する TTS は2つありまして、えー、1つが、えー、まず試した OS のコマンドを呼び出すというもの。 その後、さらに作り込む中で試したのが、機械学習モデルで、事前訓練済みのモデル、こちらを利用するという、この2つを皆さんに紹介していきます。もう1つ、えー、っと、音声で入力した、あ、音声からテキストを書き起こすっていうところなんですけれども、ここの、えー、っと技術に関しては、音声認識、スピーチレコーディションというふうに、 呼ばれますで、えっとまあ、別名としては、オートマティックスピーチレコグニション、ASR と略されていて、まあ、このトークでは ASR と略していきます。えー、紹介する ASR 技術としては2つありまして、1つが Web API を呼び出して実装するというもの、でもう1つが、えー、こちらも事前訓練済みの機械学習モデルを使うという、この2つのアプローチを紹介していきます。 えー、こちらの4つがですね、皆さんに共有していく主な技術リストになっていて、最初はですね、テクストトゥースピーチからいきたいと思います。テクストトゥースピーチの初手です。OS のコマンドを呼び出します。この、ここのステップを共有し終わった後のオン、えー、の状態としては、えー、テキストを読み上げられるという、この部分だけができます。 えー、tts のコマンドとしては、例えば MacOS にはデフォルトで say というコマンドがあります。えー、今回はこちらを使っていきます。えー、また、Linux や Windows では、まあ、いろいろあると思うんですけど、一つ挙げるとしたら espeak というコマンドを、えー、と設定して、えー、音声、tts ができるようです。では、MacOS の say コマンドなんですが、えー、こちらですね。あの ボイスを指定してテキストを渡すと読み上げてくれます。実際に動かしてみましょう。今、幸せ聞こえましたでしょうかこのように読み上げてくれます。で、えっ、ー、と、今、先ほどですね、日本語を読み上げさせたいので、ボイスに強行というのを指定したんですけれども、この指定できるリストというのは、えっ、ー、と、正位の配分 V にハテナ、クエスチョンマークを指定することで一覧ができて、例えば、えっ、ー、と、その、 えっとメイジアっていうのを指定すると、このようにですね。2波<は>。えっと、2波を読み上げてくれます。ではですね、えーっと、Python でプログラミングしていくんですけれども、この say コマンドを Python から呼び出すということを考えていきます。で、えー、スタンダードライブラリにあるサブプロセスというモジュールを使っていきます。 ちなみにですね、この Python に読み上げさせるって、実は例がですね、ドキュメントの中に載ってたんですよ。えっ、ー、と、これはロギングメッセージを喋、えー、らせるっていう例なんですけれども、まあ、ドキュメントに載るくらいはですね、なんかみんなやりたいって思うのかなっていうような、えっ、ー、と、あの、ちょっとした気づきがありました。えー、サブプロセスのこの .run っていう、えっ、ー、と、ものを使うと、あの、 テクストトゥースピーチに限らず、えー、あらゆるコマンドを呼び出せます。で、コマンドはですね、あの引数のシーケンス。例えば、例を見ていただくと、ls に l オプション、リストに l オプションをつけて、えー、呼び出すときは、そ,のそれぞれを、えー、要素としてあの、スペースで区切ってシーケンスとして渡します。えー、ですので、えー、サブプロセスランを使った、えー t t s を見ていきましょう。えー、インポートし、イ、えー、コマンドを Python から実行してみます。今、幸せえー、あの、コマンドラインからやったときと同じような形で読み上げられることが確認できるかと思います。やりました。えー、この時点でですね、作り上げられた、えー、スクリプトがこんな感じになります。 ちょっとここで倍率を調整します。はい。あの、こちら、えー、っと、スライドは別途共有しますので、よければ手元で動かしてみてください。えではえ、次に行きましょうか。次はですね、ASR、音声認識の所定について話していきます。w e b a p を使った実装を紹介します。この段階まで来るとですね、 えっと、先ほど、音声で読み上げるは作ったので、入力された音声をテキストに書き起こすっていうところができるようになります。えっと、使っていくのは、音声認識ができる Web API で、いろんなものがあります。ここに載ってないのもあるんですけれども、今回使っていくのは、Google Cloud Speech to Text API というものです。 えー、ASR のライブラリとして、スピーチレコデニションというのがありますので、そちらをご紹介します。これはまあ各種 API をサポートしていたりとか、あとは Web API を使わないエンジンもサポートしていたりします。えー、スピーチレコデニションを使った処理としては、大きく2つのステップになります。1つがですね、そのマイクから音声を取得するという処理。 その後、取得した音声を Web API に向かって送るという処理。この2つからなります。順番に見ていきましょう。まず1つ目。音声をマイクから取得するんですけれども、実際にやってみましょう。インポートして、この Recognizer というインスタンスを作ります。そして、こんにちは。このようにですね、今、 音声が取得されましたでは、えーと、取得した音声を Google Cloud Speech Text API に、えー、送信してみたいと思います。えー、こちらですねあの、設定に関してはちょっと省略しているんですけれども、サービスアカウントキーという、えー、と JSON ファイルをダウンロードして、それをまず読み込んでいます。で、えー、とそれを使って、 えと先ほど取得した音声と読み込んだ、えー、サービスアカウントファイルですね。そちらを使って、えー、呼び出してみましょう。するとですね、こんにちはというふうに認識されたことが分かります。ここまでで出来上がるサンプルスクリプトも用意しておきました。えー、興味がある方は、後ほどご覧になったりとかですね、手元で動かしていただけたら嬉しいです。 では、テキストの処理をちょっとここで見てみましょう。えー、ここまでで、その ASR、書き起こす部分と TTS、喋、えーえー、る部分はできました。じゃあ、間にあるこのテキストの処理、えー、書き起こされたテキストをもとに反応応答のテキストを作るっていうところをどうするかですけれども、今回はですね、大ム返しでいきます。大ム返しです。 これがまあ一番単純な適ト処理かなと思っていまして、えー、まあここをですね、あの工夫の違いはめちゃめちゃあるところだと思うんですけども、今回はまあ他の,その音声の扱いを、まず、あのそこが一番わからなかったので、まずやりたかったということで、一番単純にしています。えー、以上でですね、シオンの構成要素は揃いました。えー、というわけで、あの このシオンを作りたいっていう、このアイディアを検証するのを、まあ、次にやっていきます。サブプロセスラン、Web API 呼び出し、そしてオーム返し。この3つを、え、なぎ合わせてシオンとして動作させます。で、その結果としてですね、あ、なんかいいじゃんと思ったんですよね。え、looks good to me ですね。はい。まあ、あの、これはあくまで私の主観的なですね、えー、まあ、質的なフィードバックになります。で、まあ、もっとシオンに近づけていこうと。 思いましたここからはその話になります。元、えー、と i o n に近づけるリファイメントの余地としては2つあるかなと思ってまして、1つがですね、まずその d t s でセイコマンドを使っているところですね。えー、セイコマンドは MacOS 依存です。なので MacOS じゃなければ使えません。でですね、まあ,あの、ちょっと劇中を見た感じ、私の印象としてはですね、あの i o n のロボットの筐体の中に マック OS が入ってるとはちょっと思えなかったんですよね。リンゴマークとか見えなかったし。というわけで、えっ、ー、と、まあおそらくマック OS じゃないんで、マック OS からに依存せずに動かしたいと、えー、考えました。もう一個がですね、えっ、ー、と、Web API を呼び出してるんですけど、まあこれってインターネットへのアクセスが必要になるかなと思います。で、えシオンはですね、スタンドアローン、えー、つまり Web API とはその通信できない。 え、インターネットにアクセスできない、通信できないっていうような、え、よう、というふうにですね、劇中で、えー、その、描写されています。というわけで、インターネットにアクセスできると、ちょっとあんまシオンっぽくないから、えー、まあ、スタンダーローンで動くようにしようと考えました。この二つをやっていきます。で、よりシオンに近づけるためにですね、取ったアプローチが、えー、事前訓練済みの機械学習モデルを使うというもので、これはまあ、事前に、 えとダウンロードしておく、インターネットからダウンロードしておいて、実際動かすときはその手元にあるので、えー、とそれを使ってですね、通信等はせずに、えー、TTS と ASR を実現するという、このアプローチでいきます。では、残りの2つ、えー、順番に紹介していきましょう。まずは、えー、TTS、Text to Speech のリファインメントで事前学習済みモデルを使った例です。えー、これをやるとですね、 あの読み上げるがブラッシュアップされた状態になります。えライブラリとしては、まあ、日本語をサポートしている、えー、TTS のライブラリとして TTSLearn というものを使います。こちら、日本語の書籍で Python で学ぶ音声合成という書籍がありまして、まあ、こちらで取り上げられているライブラリですね。はい、では、ちょっと動かしてみましょうか。 えまず DNNTTS クラスをインポートしていきます。で、えー、っと、なんかそのクラス初期化します。では、えー、っと、今幸せ渡してみると、えー、っと、何かその、えー、っと、返り値はあったようですね。で、これ何が行われているかなんですけれども、えー、この DNNTTS クラスは、えー、TTS の実装で、えー、どういうふうに実装されているかというと、ディープニューラルネットワーク、DNN、 が使われていますでこのクラスを初期化したときにやっていることは、えー、事前訓練済みモデルを読み込んでくると、えー、もしその動かした端末単位なければダウンロードもやるんですけれども、まあ、読み込んできますと。で、えー、っと最後に呼び出した TTS メソッドなんですけど、これは NumPy の、えー、っとアレーを返します。でこの NumPy のアレーが音声データを表しています。 別のライブラリをもう一個紹介します。サウンドデバイスというんですけれども、これをですね、ナムパイのアレーで表されるその音声を再生するためにサウンドデバイスを使います。どんな感じになるかというと、まあ、これが読み上げるためのードなんですけど、インポートして、こちらで今幸せ読み上げ音声が聞こえたんじゃないかと思います。DNNTTS クラスの TTS メソッドで返されたオーディオアレーを読み上げました。 ここまでをまとめたサンプルスクリプトがこんな感じです。というわけで、まあ、指定されたテキストを読み上げる関数を作って、それを呼び出すようにしました。では4つ目、ASR のブラッシュアップの部分も見ていきましょう。こちらもですね、事前訓練済みのモデルを使っていきます。 えー、ここの段階まで来るとですね、先ほど、えっ、ー、と、読み上げ部分をブラッシュアップしたんですけれども、今回は書き起こす部分がブラッシュアップされます。えー、使っていくのはですね、ESPnet というライブラリでして、これは、えっと、エンドツーエンドの、えー、音声処理、ツールキットを標榜するライブラリなんです、です。で、えっ、ー、と、音声処理なので、本当にいろいろできるんですけど、ASR も TTS もできるんですけど、 今回は ASR に限って使っていきます。で、このライブラリ自体は、えー、TTS もサポートしています。えでは、ESP ネットを使って事前訓練済みモデルを使っていくんですが、今回使うモデルはですね、こちらの、えー、とハギングフェイスというところで公開されているモデルを使っていきます。これはその開発者の方によって事前に訓練済みでして、まあ、私たちはこれをダウンロードする して呼び出すだけで、えー、あの、それなりに使えます。本当にありがたいことですね。環境構築はですね、ESP ネットモデル図をインストールすると、依存する ESP ネット等を含めて、えー、きれいに環境が構築されます。こちらが、えっ、ー、と、事前訓練済みモデルを使うスクリプトで、まずインポート。今、インポートしています。 次のコードでやるのが指定したモデルをロードするということですね。今まだインポート中みたいですけれども、続くコードでは先ほど示したハギングフェイスで公開されたモデルをあ終わったみたいなやってみましょう。これで読み込みます。今、読み込んでますね。読み込み終わりました。 で、ESP.net というライブラリで事前組リモデルを使っていって、ASR をリファインしていくんですが、2つのステップで紹介します。まずは、ウェブ形式のファイルからの ASR。次にマイクを通した音声入力の ASR。この順番で紹介していきます。まずのウェブ形式のファイルを、えっと、音声認識していきましょう。 えこちらはですね、サウンドファイルという、えー、ライブラリを使います。オーディオライブラリになりますね。でですね、先ほど紹介した MacOS の正コマンド、まあ、開発環境 MacOS なんですけど、えー、このコマンドを使うと,、えー、と、ウェブ形式のファイルが作れるんですね。作ってみましょうか。あの今幸せっていうふうに読み上げたものを .web、えー、サンプル .web として保存しました。えー ここの一番後ろにあるアットマーク16000、これはですね、サンプリングレートという値を指定していて、今回のモデルは事前訓練する上で、サンプリングレート 16kHz で事前訓練済みなので、音声認識に使う音声もサンプリングレートを合わせる必要があります。ここだけ注意するところかなと思います。 では、えーと、ファイルからの音声認識やっていきましょう。えー、サウンドファイルをイン,スインポートして、えー、そのファイルを読み込んできます。スピーチアレイ、ナムパイアレイとして持ってるんで、これを、えー、と渡してみると。おお、今幸せは、ちゃんと今幸せになりましたね、はい。音声認識できてそうですね。では、マイクロフォンの、えー、とマイクの方も見ていきましょう。再びスピーチレコギニーションが登場します。 スピーチレフォーインションでマイクを操作します。今、幸せはい、今幸せ入力しました。では、これを、えっと、ウェブ形式に変換しましょう。で、えっと、変換すると、まあ、バイツというオブジェクトになってます。で、えっと、 インメモリストリームを使って、えっ、ー、と、これを NumPy アレイに変換します。NumPy のアレイになりました。では、えっ、ー、と、こちらを使って、えぇ、ー、放認識させてみましょう。お、あ、なんか、A が入っちゃってますけど、今幸せというふうに、わぁ、出てきましたね。ここまでで、えー リファインしたサンプルスケートがこちらになります。はいえー、こうしてですね、えー、手元のシオンバージョン0.0.1はリファインされました。えー、ASR と TTS の分、えー、音声の 書き起こしと文字を音声で読み上げる部分、こちらが事前訓練済みモデルを使ってブラッシュアップされました。統合しましょう。えっと、ASR でオウム返しして TTS でこう読み上げるという形でやっていきます。統合したらこちらあの、スライドは共有しますので、よければ手元でじっくり眺めてみてください。 でこれがあの先ほど最初にデモでお見せしたものになります。では、えっと、実装から離れて、このプロジェクトとして学んだことと共有していきます。まあ、実際、このプロジェクトはまだ完了してないので、えっとまあ、学んでること、学んだことや、まあ、現在進行で学んでいることを共有していきます。2つありまして、1つが手早く実装するということ、もう1つ、機械学習モデルを使うということに関して、こちらは2点共有していきます。 手早い実装なんですけれども、その TTS や ASR、えー、この、まあ、私自身経験が少なくてよくわからない部分を、えー、とにかく手早く実装するということを最優先で取り組みました。で、えー、この2つが用意できた後は、あのオウム返しを使って、す、え、べ、ー、てですね、この手早い実装を、えー、1つにつなぎ合わせて、で、その、えー、とアイデアを手早く実現したシステムが、あの、 を検証して、まあ、これ、オンっぽいかなとかを検証したわけです。このあたりはですね、えーと、達人プログラマーという本に英項団っていう、えー、項目があるんですけれども、この英項団に通じるものがあるなと、えー、最近気づきがありました。機械学習の利用について2点お伝えします。初、え、手、ー、では手早く実装したかったので、音声認識について Web API を使いました、えー。私たち開発者にとって 開発者の前には、えーと、機械学習のタスクに対して、Web、まあ、API を使っていくっていう選択肢があるんだなっていうのが、まず一つ目の学びです。なので、音声認識、ASR に限らず、機械学習の Web API というのが、まあ、結構有力な選択肢だのではと考えております。えもう一つ、えー、機械学習の利用として、TTS でも ASR でも、事前訓練ズデルを使いました。でこの 事前訓練済みモデルっていうのがかなり簡単に使えるなという感想を持っていまして、その私たち PIP インストールで必要なライブラリを入れて開発していくと思うんですけれども、まあ、同じように PIP インストールするかのようにプリトレインモデル、事前訓練済みモデルもダウンロードしてそれを読み込んで使うと、そうすることで機械学習のタスクにアプローチできるなと、えー、こういうやり方もあるんだなというのを学びました。まとめに入っていきましょう。 えー、Python を使って愛の疑いを聞かせてのシオンを実装したというところを共有してきました。えー、まず、えー、シオンのバージョン0.0.1という小さいもの、えー、会話に特化してさらに小さく区切ったものを定義して、それを、えー、一つのスクリプトで実装したものを紹介しました。で、えー、実装自体だったりとか、実装についてはその音声認識や、えー、音声合成を Python でどうやるかというところや、 そこからの学びを皆さんに共有してきました。シオンバージョン0.1の定義としては、大きく3段階からなって、人が音声で入力するので、それをテキストに書き起こすと、音声認識といわれる技術を使う部分。次に、テキストを処理して、応答するテキストを作る部分。こちらはオウム返しにしました。そして、最後に、 応答するテキストを読み上げる、えー、音声合成と呼ばれるテキストを使う部分ですね。えー、シオンに関しては、えー、アイディアはあるんだけど、作ってみないと満足できるかわからない、えー、そこへのアプローチとしては、えー、初手では手早く実装して、えー、アイディアの検証っていうのを最優先にしました。 で、えーと、手早い実装をつなぎ合わせてシステムとして動かして、えー、検証をしています。で、これがまあ良さそうだったので、えー、さらに仕様に近づけるということをしました。えー、Python で、えー、音声認識どうやるか2つ紹介していて、1つが、えー、Web API を使う方法。これは手短な実装として共有しています。 もう一つが事前訓練済みの機械学習モデルを使うというもの。音声合成 TTS に関しても Python でどうやるか2つ紹介しました。1つが OS のコマンドを呼び出すというもので、これは手短な実装として共有しています。もう一つが事前訓練済みの機械学習モデルを使うというものです。こうやって実装してきたシオンバージョン0.0.1を通しての学び、 としてはですね、えー、っと、その、えー、皆さんを含めてですね、えー、タスク、取り組むタスクが、えー、機械学習のタスクとしてこう考えられる、えー、取り組む、作っていくもののうち、その中に機械学習タスクの部分があるような場合なんですけれども、その場合は、えー、っと、まあ、 こういったアプローチもあるかな、選択肢になるかなということで、二つ共有しますと、一つが機械学習の結果が利用できる Web a p ーを使うというもの。もう一つが、えー、事前に訓練されて、Web に公開されている機械学習のモデルを使うという、この二つがあるかなと思います。実際、シオンは、シオンバージョン0.0.1は、この二つを活用して作れたかなと思っております。 特に事前訓練済みモデルを公開してくださっている方には大変な感謝があります。どうもありがとうございます。えー、私のトークは以上になります。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。えー、重ねてになりますが、えー、ここで紹介した ASR とか TTS の一部でも皆さんが何かその作るときに参考になったら幸いです。ご清聴誠にありがとうございました。